ハイローラーはアメリカのネバダ州ラスベガスにある観覧車。高さ550フート、直径520フート。ハイローラーは世界最大の観覧車であり、2008年の開業時から世界一の座にあったシンガポールフライヤーより9フート高い。完成間近のハイローラー建設中のハイローラーハイローラーは2011年8月に計画発表され、 シーザーズエンターテインメントが5億5000万ドルをかけて整備したカジノホテルザリンクの目玉として建設された。シンガポールフライヤーの建設にアドバイスを与えたアラップエンジニアリングが構造エンジニアを担当している。観覧車はタイになったカスタムデザインの球面コロ軸受け場を回転し、それぞれの表量は約19400ポンドある。それぞれのベアリングは 外径7.55フィート、後径5.25フィート、幅2.07フィートである。外輪は28の部分からなり、それぞれ56フィートの長さがあるが、これらは建設中4本のケーブルで固定される前に、高さ275フートのここを張り位置体に仮置きされていた。キャビンは一番外側の輪に固定され、それぞれが電気モーターで回転することにより、一周にわたって、 キャビンの床を水平に保つ。当初のデザイン案では32のキャビンを設置し、それぞれのキャビンを定員40名とする予定であったが、最終案では40人乗りのキャビン28個、総定員1120人となった。それぞれの225平方フートキャビンの重量は44000ポンド、直径22フィート、300平方フィートのガラスを含み、8つの 薄型液晶テレビと iPod のドックを備える。夜には観覧車は2000個の LED システムでライトアップされ、特色や色分け、輪を移動する複数の色、さらにイベントや休日用のカスタムディスプレイを表示することができる。ラスベガスの大通りに面し、シーザーズパレスの向かいにある、この観覧車は2011年9月の着手、2013年後半の完成を見込んでいたが、 その後2014年前半の完成に改められた。観覧車の外輪は2013年9月3日に完成した。最初のキャビンは2013年11月に搬入、設置され、最後のキャビンは翌月に設置された。予備試験を経て、ハイローラーのライティングシステムは2014年2月28日の日没に点灯された。 ハイローラーは2014年3月31日、東部標準時午後4時に一般開放された。チケットは当初一乗車あたり20ドル以下と見積もられていたが、予定は2012年中期に1人あたり約25ドルに跳ね上がり、さらに2013年9月のニュースリポートでは1人あたり約30ドルと報じられた。ハイローラーが 一般開放された2014年3月30分のチケットは24ドル95セントと34ドル95セントに設定された。その他、列に並ぶ必要がなく、いつでも乗ることができるエクスプレスパスもある。ハイローラーと同じく、ネバダ州ラスベガスにあるストラトスフィアの屋上には、かつてハイローラーという名前のローラーコースターが存在していた。 ありがとうございます。